コイソ生命とは、太平洋戦争中、1944年9月7日に、当時のコイソクニアキ首相が発した、東、インドに対する、将来の独立人形を歌った声明である。インドネシア民族主義者と、日本軍西部太平洋戦争中のジャワは、南方の資源確保、特に石油の入手のために、南方共栄圏の最重要地域として位置、続けられていた。 現地侵攻の際、解放軍として振る舞った日本軍は、オランダによって、流刑、収監されていた、スカルノやハッタ、シャフリルラ現地の民族運動指導者を解放し、彼らとの協調によって、軍政を実施することを基本方針としていた。その後、1943年1月28日、当時の日本の首相、東条秀樹が帝国議会において、 ビルマとフィリピンの独立承認を明らかにした際も、やはり、インドネシア独立について、触れることはなかった。また、5月31日の午前会議では、極秘扱いの下、旧乱領は、日本帝国の永久化過保地域とされた。小磯国秋しかし、1944年の中頃になると、南方の日本軍は、危機的な状況に陥り、対日感情の悪化が、 色濃く見られ始めたインドネシア人の民心をつなぎ止めるため、1944年9月7日、ついにコイソ国秋首相によって、東インドに対する将来の独立許容を謳うコイソ声明が発表された。帝国派とインド民族永遠の福祉を確保するため、将来それの独立を任免とするものなることをここに声明するものでありますこの声明は、 第85帝国議会における施政方針演説においてなされたものである。スカルの当時の日本軍政部の反応として、占領期ジャワにおける軍政官武装務部企画課の政務班長の職にあった斉藤静は、住民の民度また相当程度であるにもかかわらず、この地に独立が任用せられたということは、世界史上賞に強嘆に値するものであり。 帝国彫刻の国図がいかに道義的にして、大東亜戦争の目的がいかに神聖であるかの証であるとし、インドネシア人を鍛錬し、指導するのが日本に課せられた使命であると見た。また、コイ声明生を受けて、海軍物管府では、代表の前田忠少将を中心として、独自に独立要請塾が設置され、その運営のすべてが、インドネシア人に委ねられることになり、 西部ジャワの貴族出身の弁護士で独立後の初代外務大臣となったスバルジョが代表に就任した。この養成塾では民族主義者が集い、スカルノが政治史、ハッターが経済学、シャフリルがアジア史と社会主義の講義を担当するなど活発な議論が交わされた。また、バリ島では三浦城が独立に向けて奔走した。しかし、軍部の主流派は日本人が 大愛をもって、これの民族を導く以外に、独立はあり得ないと判断しており、インドネシア人による独立に向けた活動をなかなか認めようとしなかった。そこで、スカルノラは、民族主義勢力の圧力を背景に、慎重な態度ながらも、インドネシア独立準備委員会の設置をたびたび、訴えることになった。1945年2月には、 ジャワのブリタルの郷土防衛義勇軍兵士が政治的指導を乗り越え、日本軍に対する不満を爆発させて反乱を起こした。そして、同年3月、すでに南方と本土の補給線が立たれていた日本は、インドネシアに対して独立の要望を無視して、戦争協力を求め続けることが限界に達したことを認め、独立準備調査会の設置を発表することになった。 この調査会の中では、スカルノやハッタラが中心となって独立後の憲法を審議し、同年7月17日の最高戦争指導会議によるインドネシア独立方針の決定を受け、8月7日には、ついにスカルノを主席とする独立準備委員会の発足が発表されるに至った。この独立準備委員会は、急進派を先頭とする民族主義勢力が、 軍当局に対し妥協、協力をする反面、人民の盛り上がる力を足場とし、そして日本軍の戦場での敗北を利用しながら、軍当局に対する圧力を強めていって、ついに獲得したものに他ならなかった。従って、戦後の斎藤の改装によれば、小祖生命後の独立運動は、日本占領下にあったとはいえ、もはや日本の政治力の握力より調達し、独自の軌道を、 そうかけるしていたと見るべきものとなっていたのである。ただし、斎藤の10回した当時の状況では、インドネシア独立への日本の公的関与が明らかになれば、天皇制の存続にまで類が及ぶ恐れがあったことを念頭に置く必要もある。ありがとうございます。